宮部和弘は CBC テレビのアナウンサー。愛知県名古屋市西区出身。西春日郡春日中学校、春日村最後の卒業生。愛知県立畜佐高等学校を経て、早稲田大学人間科学部卒業。学生時代は野球部に所属し、中学時には一郎と対戦した。早稲田大学では、総大アナウンス研究会に所属。 同期のフリーアナウンサー大沢みきろう、石黒新平、当時和也らと幹部を務めた。1997年 CBC に入社。スポーツアナとして各種スポーツ実況を担当。ドラゴンズの上昇時代を含め、実に6度ものビールかけ生中継を経験。デビュー時から横浜ベスターズの駒田徳博の2000本安打を担当。 中日ドラゴンズの山本正投手の史上最年長、ノーヒットノーランも実況。ルーキー石川昇渡のプロ初打席初ヒットなど、意外と多くの名シーンを実況する幸運も持ち主。必ず自筆サインには、心の実況と、名前より大きく書き記し、ドラゴンズへの言霊を信じて実況する。高校ラグビー、ボクシング、サッカーグランパス戦、ゴルフ、ボーリング、 などスポーツ中継を担当。ポールダンス中継では JNN アノンシスト賞を受賞。サカナクションのボーカル山口一郎氏とはドラゴンズ愛の縁で交友があり、番組にたびたび出演。TV 中継の年間テーマ曲としてアルクアラウンドが流れたり、ネオ・アキラ選手が打席テーマ曲にモスを選ぶきっかけの一つになるなどする。 中日ドラゴンズに所属していた、エクトルルナ、アンダーソン・エルナンデス、リカルド・ナニータの3選手の総称、3D や、田島新人の愛称、田島人の名付け親でもある。上記は同期のアナウンサー。ありがとうございます。